居酒屋長寺は、山口ひとみの連作的長編小説。長寺と題し、波1979年10月号から1980年11月号に、連載、開題して新潮社より1982年6月に、刊行された。東京、国立にある広さ五坪の縄の連の持つ焼きや、長寺を舞台に、店に集う客たちの様々な愛憎劇を描く。 1983年に古畑康夫監督、高倉健主演により映画化。また1992年に渡辺健主演により、2020年に遠藤健一主演によりテレビドラマ化。舞台となる持つ焼きや長寿のモデルになったのはかつて東京都国立市の南部線や保駅の近くにあった居酒屋、文造。 山口の近所の行きつけの店で、山口が週刊新潮に連載を続けた名物コラム、男性自身シリーズの中にもたびたび登場した。山口は家の近くに赤上鎮の店がある。毎晩、そこへ飲みに行って、客の言葉を記録し、日記風の小説が書けないだろうかと考えたことがあると書いていて、もともと物置だったところを借り受け、滑稽なくらいに小さい点だった。 店名のモデルは、プロ野球選手で、ロッテオリオンズのエース投手だった、村田兆治。主人公、藤野英二は、高校時代に、投手で、村田兆治への憧れから、店の名を、兆治にしたという設定。野球ファンの山口瞳が、村田の全力投球に魅了されていたことが、背景にあったと言われる。古畑康夫監督、高倉健主演により、舞台を函館に移して映画化され、 1983年11月12日に公開された。箱だけで居酒屋、長寿を営む藤野の英二。輝くような青春を送り、挫折と再生を経て、現在に至っている。かつての恋人で、今は資産家と一緒になった、左右の転落を耳にするが、現在の妻しげことの生活の中で何もできない、自分と振り払えない思いに挟まれていく。 周囲の人間はそんな彼に同情し苛立ち、さざ波のような波紋が周囲に広がる。煮え切らねえ野郎だな。てめえんとこの煮込みと同じだと学校の先輩の河原に挑発されても頭を下げるだけの男。そんな夫を見ながら重子は人が人を思うことは誰にも止められないと呟いていた。1992年7月10日。 フジテレビ系の金曜ドラマシアター枠で放送された。キャストスタッフ、リバイバルドラマシリーズとして NHKBS プレミアム及び NHKBS4K にて2020年3月28日の21時から22時30分に放送された。主演は遠藤健一。キャストスタッフ、ありがとうございます。